博夫さんの詩を読んでいきたいと思います。練習問題。僕は主語です。強いは述語です。僕は強い、僕は素晴らしい、そうじゃないから辛い。僕は主語です。好きは述語です。誰それは保護です。僕は誰それが好き、僕は誰それを好き。どの言い方でも構いません。でもその人の名は言えない。ご清聴いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメント、高評価ボタンいただけたら嬉しく思います。ではまた、レイラでした。